こんにちは、国本佳代です。今日はバッグの方に色の入った、アザミの絵を描いてみたいと思います。本来は大きな、もうちょっと大きな、こうベースに描こうとしているものなんですけれども、一応サンプルとしてちょっとちっちゃなタイルに描いてみます。それをアップしますのでご覧ください。バッグの色は本当にスポンジでパディングしています。今回3色、何色使ってもいいんですけど、一応3色使ってみました。そんなに濃くはないけれども、どんな感じの色になるのかということで、同系の色とちょっと黄色を入れています。で、一度叩いたらですね、お花実際描く場所、ピンクと紫とかちょっとやっぱり違うようになったりするところは色を外しています。お水で筆をよく洗って、お水を取ってしっかり筆に含ませて、そのお水で、拭き取る感じですね。ゴシゴシゴシってこういう風にやれば色取れていきますので、こんな風に取ってから色を入れていきます。とにかく最後まで、ちょっと途中終わったかなっていうようなところもあるんですけれども、そうじゃなくて、そこから先またありますので、最後までご覧になっていただければ嬉しいです。お花のところ色が取れたらですね、ピンク、確かピンク30番っていう色だったんですけど、ピンクをまず入れて、それから紫、それをちょっと重ねています。ダミで重ねるっていう感じですね。ホワホワホワっていう感じで、水たまりを動かす感じで、ピンクと紫を、こう重ね合わせて雰囲気を出していきます。これはもう本当にこんな感じにこの花はあるっていうベースなので、細かい作業は、ある程度のところまで来ないとできないので、一旦このようにして色を入れます。そしたら筆、この筆結構優れものでですね、筆でこう吐くように拭き取ってる ところがあるんですね。拭き取っているっていうか、吐くように、花びらの雰囲気を出しています。ちょっとこれだと分かりにくいかもしれないんですけれども、筆、いろんな筆があると思うので、いろんな筆を使ってみて、あ、これはちょっと硬いから色が取れそうだとか、これ柔らかくて取れないとかというのが分かると思うんですけれども、自分が使いやすい筆を見つけてみてください。で、今ある程度花の雰囲気ができたらですね、また、足りないところに色を足しています。ピンクと紫、他の色、ブルーなんかも入れて全然いいと思いますので、ぜひそうやって重ねて、また色を取ってっていうような形をしていかれるといいかと思います。さっきの筆で撫でてるだけで、細かい花びらが描けたような雰囲気に見えてきますので、ぜひ試してみてください。どうですかね、ちょっとなんかアザミっぽく見えてきましたかね。またちょっと若干色を取ってます。その時はやっぱりお水で濡らして、筆をちょっとしっかりこう潰してっていうような感じでやっていました。でもちょっと分かりにくいかな。今度は額です。額も概略の感じでいいです。平筆で、エッジを効かしてですね、色をこうつけていきます。もうこれも後からまた額のところってなんか意外があったり、こう形がいろいろあるので、まずはベースの形を作って、ここにこんな感じの額があるというようなイメージでまず色を入れていきます。平筆にはグラデーションを取ってください。好きな色で構わないんですけれども、ブルーグリーンと、それからグリーンの明るいのとグリーンの濃いの、
42番、それから16番、あと28番、ダンカンの色でしたらそれを使っています。額が終わったら茎もちょっと描き添えておきます。茎描く時もやっぱり筆はグラデーション取ってですね、ちょっと軽く、深く下ろせば太くなるので軽くエッジを効かせて描いておきます。今度は葉っぱいきます。葉っぱもツンツンってとんがってるアザミの葉っぱなので、それをちょっと考えながら意識しながら、グラデーションを取って描いていきます。絵を描く前に本物の花をよく見た方がいいかもしれません。どんな風になってるのかわからないまま描き出すと、なんだか全然変な葉っぱになっちゃいますので、ぜひ、いろんな写真が携帯なんかで見れると思いますので、写真見たり、書いてあるもの見たりして、こんな形になってるなっていうことをよく見てみてください。あと絵を描くときは別に絶対的に緑は緑っていう感じじゃなくて、茶色が入ってもいいし黄色が入ってもいいし、その時の雰囲気が出てればいいというふうに思うので、ボタニカルアートではないので、自分なりのアザミが描ければいいのかなと思っています。まずはベースを作るという感じで色を入れていますので、筆の動かし方とかグラデーションの取り方をわからない場合は見ていただければいいのかなと思います。テーションを取って輪郭を描いてからですね、軽く筆で絵の具をこう吐くような、吐くようなイメージで、そうなんですけど、吐くようなイメージで色を、全体に入れていきます。この辺は後からまた足したりもできるので色足してますよね。軽くこう簡単に吐くようなイメージで、これはだいたい葉っぱこんな感じみたいな、場所決めみたいなイメージで作品今描いているところです。だいたい雰囲気がこんな感じの絵になるんだなっていうのが分かっていただけると思います。これを土台に、また細かい絵付けをしていくっていうことになっていきます。葉脈はやはり筆をよく洗って、細くしてから軽く抜いていきます。台ができました、はい。じゃあ、周り今度はですね、ちょうどやっぱりこうピンクを入れたり紫入れたりしたところの輪郭線ですかね、波で入れたところの輪郭線をぼやかしていますね。こんなようにぼやかしてから、実際絵を描いてみてください。そうするといやらしさがないかな、多少残る感じ、輪郭が残る感じなんだけど、自然なイメージになると思います。で、ここでまた登場するのがこの筆なんですけれども、モップ型の筆で、ちょっと濡らしたら水気を取るようなイメージで、筆を開いて絵の具をしっかり筆
って先に取ったらよく筆を開いてですね書き込んでみてください。これ結構ちゃんと書けます。思った以上にあの雰囲気出るのでこういう使い方してみてくださるといいかと思います。今はピンクで入れました。今度は紫使うかな。今度紫で、同じようにちょっとほらもさもさっとさせてですね、これ紫も原液、ピンクも原液です。軽くツッツッっていう感じですね。ほらこうシュッシュッっていう感じで引っ張るようなイメージで花のイメージ、こんな感じ、針みたいな、わかんないかもしれないな。ちょっとやっぱり分かりづらいんですね。花がだいたい終わったら今度額を描きます。額を描くときも、下絵でこんな感じにしようというふうにちょっと当たりというかもう描いてしまってますけど、こんな形にしようと決めたらですね、平筆のちょっと小さめなも持ってですね、はい、この辺色はもう本当にあの感覚的なものなんですね。ですから濃い色薄い色出しておいてですね、ストロークで描いています。茶色を取る時の、あの取り方とか、グリーンを取る時の取り方とか、エッジを効かせたいときはそのエッジを効かせてる色っていうのをどんな風に取るかっていうことが、慣れるまでは難しいんですけれども、こういう描き方も覚えておくと、これとあとダミーの入れ方 であの作品どんどんあの奥深く、絵が立体的にできるようになりますのでやってみてくださいね。さっきとは逆に花びらの方に引っ張っています。花の方が奥にあって額は手前側にある、上に乗ってくる感じなので額を後から描いています。こんな感じになりました。茎にも茶色を引いてみています。今あの絵の具が乾いていないので、ちょっと他のところよりも色が濃く見えています。絵の具って、濡れてる時と乾いてる時って全然違って見えてきます。で今はあの原液で細かいあの花の、線を描いていますけれども、乾く前の色、濡れてる時の色が焼き上がりとしては出てくるっていうふうに考えておいた方がいいと思います。ですから乾いてくると、あこれちょっとって思う時もあるんですけれども、実際焼くと、元要するに濡れて絵の具が濡れていた時の色が出てくると思います。色が足りないところは上から軽く入れていきます。色を入れる時には必ず下の色があることを忘れないように、色を取らないように軽く吐くような感じで入れてみてください。これが練習しないとなかなかやっぱりできないので頑張ってみてください。大体これで出来上がってくると思います。いろんな書き方がありますので皆さん、嫌がらずに挑戦してみてください。きっと役に立てると思います。はい、出来上がりました。こんな風に出来上がりました。最後までご覧いただきありがとうございました。